じゃん。スメイルに到着したからには目指すはスメイルシティだな。なんとかしてクラクサナリデビに会う方法を探さないと。そういえばクラクサナリデビについてあまり有用な話は聞けなかったけど、お前から妹さんを奪った神だとは思えないんだよな。でもスメイルは知恵の国って呼ばれてるくらいだし、その知恵の神に会えたらきっと価値のある情報が手に入っ、よし、じゃあまずはスメールシティへはどっちに行けばいいか確認しないと。ほら、七天神像のあるあの大きな岩に登って、スメールシティは見えなかったとしても近くに村があるかどうかくらいはわかるんじゃないか。あ、ちょっと待った、あそこ通行人がいるぞ。道を探す手間が省けたぜ。こんにちは、オイラたち外国から来た旅人なんだ。道を聞きたいんだけど。あれ、聞こえなかったか、うん、おーい、そこの人、悪いけど道を聞いてもいいか。どういうことだ？オイラたちが呼んでるのは絶対聞こえたはずだよな。ふん、まあ、そけない態度だったけど、遠くからあいつについていけば人のいるところにたどり着けるよな。そしたらまた他の人に聞こうぜ。ほら、バレないようにこっそり追いかけようぜ。私の価値を見積もろう。そこの小さな滝のところで姿が消えたぞ。うい、この洞窟は村につながる入り口か何かなんじゃないかと思ったけど、見ろ、あそこに座ったぞ。まさかここに住んで、どうする、もう一回あいつに聞いてみるか。おー、あいつのあれ、
瞑想ってやつなのか。もしまた邪魔しちゃったら、さっき見た、あの航路から出てるやつだな。質素な住まいだけど、こ、お前どうしたんだ。急に顔色が、え、香りでそんなに気分が悪くなったのか。焦らないでくれ。師匠は物知りだから。師匠が大丈夫と言ったらきっと大丈夫だ。あ、起きたか。あ、よかった、やっと目を覚ましてくれたぜ。ここは、あ、お前が気を失ったんで、動転しすぎてここがどこなのか聞き忘れてた。ここはガンダルバー村。最初はスメールの学者の一時的な休憩所だったんだけど、こんにちは。私はコレイ、見習いレンジャーなんだ。いやいや、私は何もしてないよ。ところで具合は大丈夫か。どこか痛いところとかないか。それは師匠が調合してくれた薬草スープだ。お前が気絶してる間にちょっとだけ口の中に入れさせてもらった。あ、そうだ、お前の目が覚めたらもう一回飲んでもらわないとダメだって師匠が言ってた。すぐ取ってくるよ。コレイ、どうした。薬草を取りに来たの。言っただろ、触れるなって。後で僕がやるから。ごめんなさい師匠。アビディアの森食用キノコ図鑑は告知板に貼ってあるけど、ファーボッドがまた忘れちゃうって言うなら別のところ。か、本当に今月だけでもう2回もお腹を壊したんですよ。説教しておかなくちゃ。まあ、もし彼が虹色の小人を目の前で踊らせるのが好きなんだったら、今言ったことは忘れていいよ。けど今度またこういうことがあったら、
どう？元気になった？これが私の師匠、レンジャー長のティナリさんだよ。ガンダルバー村にいるレンジャー全員のリーダーでもあるんだ。もうパイモンには君が意識を失った理由を説明したけど、君も目覚めたことだし、もう一回説明するね。スメールの学派には学者が森で修行しないといけない決まりのところがあってね。パラハームって植物のお香を使って心を安定させて瞑想状態に入るんだ。君たちは道を尋ねるために学者のハイパシアが隠居している洞窟に近づいた。その時洞窟の中ではそのお香が焚かれていた。そのお香は大半の人には影響がないんだけど、ごく一部の人の精神を刺激してしまう。そっか、よかった。次は僕の質問に答えてほしいんだけど、倒れた後はどんな感覚だった？例えば字が。なるほど。これとりあえずパトロール日誌をここに持ってこないよう他の人に伝えてきて。え、どうして？もうしばらく彼らには僕の部屋に泊まってもらう。あ、はい、行ってくる。ちょっと待った、どういうことだ？ああ、説明するよ。薬草スープをもう一回飲んでもらえれば治ると思ってたんだけど。経過観察？落ち着いて。君が状況を見極められる人なら僕の説明を聞いてくれれば。さっきの君の話によると、お香のせいで君は強烈な幻覚を見てしまったらしい。それでも深刻と思えないならこれを嗅いでみてよ。おい、大丈夫か？倒れた時の感覚と似てるだろ。今はちゃんと意識があるかもしれないけど、ここで君を放っておいたらまた突然どこかで意識不明になるか。それにここには多くの猛獣が潜んでるし、危険なエリアだってある。しばらくは毎日時間通りに薬を飲んで。この匂いを嗅いで不快感を覚えなくなるまでもうちょっと休んでおきなよ。薬草スープを作り直してあげる。はぁ、なんてこった。スメールに着いた僕、早くクラクサナリデビに会いたいって気持ちはオイラにもわかるけど、今のお前は確かにまずいぜ。おい、オイラの話を聞いてるのか？オイラ心配してるんだぞ。変？お前の体のことか？ああ、お前が見てた木の根と赤い空のことか？でもあれが幻覚じゃなかったら何だって言うんだ？お前の体質は特殊だからな。その判断を今あいつはお前の病状を勘違いしてるってことだけど、お前の声じゃあティナリはお前が見たやつが幻覚じゃないって分かってて。わ、なるほど、だからさっきは黙ってたんだな。だったらここで静かに休んで体を回復しながらお前が見たものの真相を解明しようぜ。でも直接ティナリに聞くのはダメっぽいよな。お前何か。おお、コレイはオイラたちに親切だし、いいかもな。明日は。朝だぜ。さあ、コレイを探しに行こう。
次は右。うん、問題なさそうだね。でも気をつけた方がいい。わかった？うん、わかった。ところで師匠、まだ今日の巡回ルート図をもらってないけど。今日は遠いからついてこなくてもいいよ。それにあいつらがまたルート上に現れるかもしれないしね。私も神の目を持ってるのに。全然そんなこと言うなよ。それは君が今考えるべきことじゃない。君たち来たの？体の調子はどう？そうそう、ここに残るって決めたからには。君たちって暇に耐えられないタイプなの？ま、じゃあ今日はコレイとガンダルバー村の南側を見回りしてきてもらおうかな。もし体力に自信があるなら七天神像の掃除も任せていい？きなりさん、俺たちは準備できたよ。すぐ行く。僕たちは先に森に入るから、あとはコレイから聞いて。うん、私に任せて。コレイ、今日は何をするんだ？さっききなりは七天神像の掃除って言ってたよな。うん、実はレンジャーがやることの範囲って結構、道路状況の確認や森林施設の整備、火災予防に旅の人や住民たちの手助けとか。師匠はウリンにある危険なエリアの処理もしてるよ。とりあえず道の街灯を確認しながら七天神像まで行こう。パイモン、旅人、こっちだ。私が街灯を確認するから、近くに異常がないかどうか見てくれるか？この2つの明かりは問題なし。さあ前に進もう。あ、これちょっとぐらついてるな。メモしておこう。よし、この明かりも大丈夫。七天神像はあの巨大な岩の上だ。お前たちもこの道を通ったなら気づいたんじゃないか。ちょっと高いよな。登るのがきつかったら無理しなくていいよ。師匠は気にしないから。そうか、じゃあ任せる。心臓の周りのスペースは少ないから気をつけて。オイラも一緒に行くぜ。高い場所を掃除してやれるしな。ところでコレイ、掃神ってどんな神なのか知らないか？それってマハールッカ・デバータのこと？え？マハールッカ・デバータ？あ、もしかして前の掃神の名前なのか？そうだよ、マハールッカ・デバータはスメールの初代掃神様だ。彼女がウリンを作り、砂漠の防砂壁を置いてくれたおかげでみんな平和に暮らせるようになった。スメール人にとって彼女は知恵と博愛、全能の象徴だよ。でも彼女は何百年か前の災いで、その後賢者たちが新しい創神様を見つけて彼女をスメールに迎え入れたんだって師匠からは聞いた。神が再び降臨したことを祝って賢者たちは彼女をクラクサナリデビと呼んで、スラサタンナ聖書に住まわせたんだ。うんうん、それで？それから。え、お前も知らないのか？もしかして。いや、私はスメール人なんだけど。オイラたちは赤の他人だし話しにくいのか？いやいや違うんだ、隠すつもりはないよ。それにそのお前たちもアンバーのことは知ってるだろ？おい、それってまさか。そう、そのアンバーだ。以前モンドにしばらくとどまってたことがあるんだ。その頃私はアンバーにいろいろ助けられて、
彼女が私を変えたと言っても過言じゃない。アンバーは本当にすごいよ。日々の暮らしへの愛に満ちていて正義感が強いんだ。行動力はもちろん思いやりにも溢れていて、いつも人のため炎みたいに輝いてる。私から言わせれば彼女ほど偵察騎士に適任な人はいないよ。だってモンドに足を踏み入れるほとんどの人は最初にアンバーに出会う。彼女の熱意に触れて、偵察騎士の仕事はそれじゃないだろうっていつも思ってたけど、ごめん変なこと言っちゃって。ひひ気にするなよ。お前がアンバーの友達だって分かって、なんでもなんでオイラたちがアンバーと知り合いだってことを知ってるんだ。ああ実はスメールに帰った後もアンバーとは手紙でやり取りしてきたんだ。手紙にはモンド城が飛竜に襲われた時、金髪の旅人と空飛ぶ仲間がその危機からモンドを救ってくれたこととかも書かれてた。だから昨日はお前たちを見た瞬間すぐに分かったんだ。でもあの時は旅人が昏睡状…そうだったのか。ああだから安心してくれよ。お前たちのことは絶対信じる。宗神様のことももっと教えてあげたいところなんだけど。なんか大丈夫だ。さっき教えてくれた情報はすごく価値のあったものだったぞ。少しでも役に立ててよかった。でもどうして宗神様の情報を知りたいんだ。そうだったのか。教えてくれて。あ、そうかしこまるなよ。オイラたち友達だろ。よし、それじゃ上で心臓をきれいにしようぜ。うん、よろしくな。私はそこの雨よけテントを確認しに行くから、終わったらここら辺で落ち合おう。今までよく見てなかったけど、この神様小柄だぞ。これはマハールカデバータなのか、クラクサナリデビなのか。確かにクラは小さなって意味らしいもんな。まあいっか。きっとこの辺の情報もそのうち。さ、心臓をきれいにしようぜ。オイラが飛んで上の方を吹くから。心臓も綺麗になったし、降りてコレイと合流しようぜ。コレイ、戻ったぞ。お疲れ様。登ったり降りたり大変だっただろう。水と食べ物も持ってきたから。やった！どんな美味しいものだ？いいじゃないか。コレイはもう知らないやつじゃないんだし。それに食事をする人間の熱。今日はレンジャーがよく食べるピタっていう携帯食を持ってきた。口に合うかどうかはわからないけど。やばい！落ちちゃったぞ。平気平気。油脂で何重にも包んであるから。中のピタは汚れたりしてないはずだ。はあ、焦ったぜ。これ、うまいぞ。油脂で包んであってよかったぜ。じゃないと、オイラは心が痛むあまり。それは大げさだろ。でも、そんなに気に入ってくれたんなら、今度レシピを書き写してやるよ。コツも書いておくから安心してくれ。すぐ覚えるよ。ありがとな、コレイ。
お前みたいに真面目なやつでもうっかりしちゃうことがあるんだな。まあちょっとな。でもきなりは厳しすぎるんじゃないのか。物にも触れさせてくれないなんて。オイラだって飛んでるときたまに机の上にあるものを倒しちゃうけど、こいつは絶対にオイラを責めたりしん。いやそうじゃないんだ。お前たちも師匠と長く付き合えば本当はいい人だってわかるはずだよ。師匠はある古くて神秘的な一族の手だって先輩に聞いた。一族、そうだ、漂霊院って聞いたことないか。聖なんとかはってやつ。とにかく師匠は植物に詳しいだろ。それで学院の賢者は何度も手紙を送ってきて、でも師匠はスメールシティは騒がしくて耳に悪いって理由で断ったんだ。だろ。でもその手紙を読んだ賢者様はきっと怒ったと思う。教令院にだって行けたはずなのに師匠はレンジャー長を選んだ。毎日森の住民を助けたり部下たちにいろんな知識を授けたりしてきたんだ。ピタの作り方だって師匠に教えてもらったんだよ。本当か？それは予想外だったぜ。そういえば昨日気を失ったお前を見つけた後、けどやっぱりあいつのことはちょっと気に入らないぜ。だってあいつは道中オイラをずっと非難するような。あ、ごめん、それは師匠が悪かったかも。あの時パイモンがどうしようこいつ死ぬのかってわめき続けてたから、どんなになだめても無駄で師匠。おいお前笑うな。おい、なんでこれ今で。うわー、ムカつく。ふん、お前たちの頭を取りなすにしてやるぜ。私に触んだ。これ、その、ごめん。私は今これどうしたんだ。大丈夫？うん、平気だ。もう大丈夫。本当にごめんなさい。そうだ、そろそろいい時間だし早くガンダルバー村に戻ろう。師匠たちももう帰ってきてるはずだ。今のは何だったんだ。これ大丈夫かな。足が速すぎてもう見えなくなっちゃったぞ。旅人さん、君たちも戻ってきたんですね。こんばんは。コレイを見かけなかったか。コレイならさっき部屋に戻るのを見ましたよ。そっか、どうやら今日は無理みた